マモンにチャンネル乗っ取られた。やばい。はい、そんなわけでですね。これはですね、熊本で買ってきたこの喋りを真似するくまモンですね。そうだね。ああ、落ちちゃう落ちちゃう。すげえ長く真似するな。この前ですね、福岡で、福岡近辺に住む方々モデーターの方々と食事会をしました。そうだね。動画にもしたんだけどね、ビログ動画の方で。でその時にですね、こんなお土産いただきましたので、ちょっとね中身見ていこうかなと思います。じゃあまずこれ何する？あ、それにするかな。じゃあまずはこれかな。あ、これね、博多通りもん。ほんとだ。あ、博多通りもんってこのなんかこうお菓子かな。クッキーだね。これ博多西洋和菓子って書いてある。え、西洋和菓子、和洋折衷なんだ。西洋和菓子、ありがとうございます。そしてめんべいプリン。あ、出た、めんべい。めんべい、これはね、あの博多のね、あのお土産の一つだよね。めんべい、明太子せんべいでめんべい。そう、明太子せんべいでめんべいね。めんべいマヨネーズ味と辛口。おお、うまかっちゃん。うまかっちゃん、これね、うまかっちゃんすごい美味しい豚骨ラーメン、即席の豚骨ラーメン、子供の頃よく食べた。おお、そうね。そうそう、マルタイラーメン。そうだね、これ棒ラーメンってやつだね。これも豚骨ベースのラーメン、これもすごい美味しいんだよ。最後、最後じゃん。おおおお、これは、これはヤンワカササミだって、チーズ入り。それと一口オードブル、ミックス野菜入りだって。ーああ、いいね、マーティこういうの食べるから、ありがとうございます。ありがとうございます、しかもちょうどね、こういうね肉系が今なくなりそうだったから、ちょうどいいですね。さあ、後でマーティくんにあげてみるか。はい、すごいね、こんなにいただいてね、ありがとうございました。ありがとうございます。続いてこちらですね、これはなんとですね、お箸をいただいたね。ありがとうございます。お箸、奥さん用と栄進くん用とパパ用でございます。3つあるんでちょっと体験してみようか。あともう一つがオリジナルスペシャルギフトって書いてある、オンリーワンだって。あとね、お手紙いただきました。お手紙ね、パパも手に読ませていただきました。あ、そうなんだ。ありがとうございます。ありがとうございます、ミーナッチって書いてある、ちゃんと。すごい。おお、ミッキーだ。ミッキーの箸。え、ちょっと待って、え、ちゃんと書いてある。のり焼きって書いてある。あ、変身って書いてある。ここね、前チャンネルって書いてある。で、下にね、ここにのり焼きって書いてあるの。すごい。栄進くんの方にも前チャンネルで栄進って書いてあるね。書いてあります。ありがとうございます。すごいね。ちょっと一旦箱の中しましていただきましょうか。あともう一つこちらの贈り物も開けてみようか。小さい。ああ。これドッグタグかな。あ、本当だ、ドッグタグだ。すごいね、ちゃんとね、後ろに前原マーティって書いてあるの。すごい、すごい。すごい。大変いいものいただきました。ありがとうございます。はい、続いて最後ですね、こちら、エリリさんからいただいたものですね。エリリさん、本当にね、遠く車3時間ぐらいかけてね、来ていただいて、帰りも3時間でね、遠方から来ていただいたにもかかわらず、お土産まで持っていただいてありがとうございます。でね、このね、エビ飯味、あ、岡山の味だって。中国地方にお住まいなんで、エリリさんね。あれ、これね、ほとんどね、お菓子みたいなんだけど、これは瀬戸内レモン味。おお、あ、すごい。で、ね、なぜこれお菓子ばっかりかというと、パパはね、金曜日の夜にやってる、そう、飲みライブの時にぜひ食べてくださいということで、まあ、エジコももちろん食べてる。しっぽくうどん味、うどん、香川。おお、すごい。うわ、ポテトチップスが3袋。山口のメーカーだって。月で拾った卵っていうのと、月で拾った卵ショコラ、月で拾った卵のおの茶っていうのかな。おお、お茶味、お茶味もあるね。気になった、これ。お、お、亀田の柿の種。あ、カープそうだね、カープが柿の種じゃなくて柿の種ね。ああ、これちょうど受験シーズンね、いいようなやつね。あ、もうカープ公認って書いてあるね。そうだね、いいね。柿の種、お好み焼き味だ。おお、すごい。わあ、山口県産玉ねぎドレッシングだって。おお、こんなにいっぱいいただきました、本当に。何、何、
当にありがとうございました。本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 当にありがとうございました。ね、普段ね、あの僕らの方がモデレーターの皆さんにはですね、いろいろお世話になっているにもかかわらずですね、こんなにたくさんお土産を頂戴しまして、本当に嬉しい限りです。はい、マーティー君。はい、じゃあ早速いただいたこちら食べてみようか。ねえ、気になるね。はい、おいで。じゃあまず一口オードブルの方から食べてみようか。気になるね。はい、分かったよ。はい、大丈夫だよ。でこの2つあげてみようかね。待てだよ、待てだよ、はいよ、いいよ、どうぞ。自分とこ持ち帰りました。おいしい。あ、最初はね、初めてのやつは一回ね、力出して食べられるか確認してから食べるのないですよな。もう一回あるよ。はい、お座り、お座りでしょ。待てだよ、待て。かわいいね、待てね。はい、どうぞ。いいよ。はい。おいしい。あ、よかったね。いや、こっちも気になりますか。こっちも気になる。じゃあ、こっちの山かささみもいただいてみましょう。はい、じゃあ、お掃除してください。これ結構大きいね。ちょっと半分に割ろうか。ちょっとこれぐらいにして。はい、どうぞ。最初に食べられたからね。もうちょっと食べる？はい、はい、どうぞ。美味しいね。おー、一気に食べられるね。はい、どうぞ。いや、美味しいね。あー、よかった、よかった。はい、最後一個、どうぞ。ちなみにね、いただいたこのドッグタグもマッチ君つけてますよ。ありがとうございました。よかったね、マッチね。どうやらコメントで見る限りは九州地方にいるね、視聴者さんとても多そうなので、うん、次回は福岡でオフ会開けたらいいなと思っております。はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか、面白かったなとか、皆さん、高評価、グッドライトお願いします。お友達にも教えてあげてください。今回のおすすめ動画、このところに出てますので、ぜひ進んでください。はい、チャンネル登録は真ん中あたりから、ぜひ進んでください。バイバーイ。言えたー。バイバーイ。